札沼線の北海道医療大学と新十津川間の最終運行は今月24日の予定でしたが、昨日出された緊急事態宣言の対象地域の拡大を受け、急遽今日に変更となりました。もうしょうがないなと思ったんだよ。ここまでね、早くなっちゃうとは思わなかったんだけどね。この沿線の人間として寂しい思いもありますけどね、なんかもよく結構乗ったもんですから。最終列車は午前10時に多くの町民や利用者らに見守られる中、新十津川駅を後にしました。今月末に予定されていた沿線住民限定の最終運行も中止となり、この区間は85年の歴史に幕を下ろします。